石田先生、遅れちゃってすいません。ちょっと仕事バタバタで。パパ。田尻さん、息子さんのいじめの件についての話し合いです。仕事より優先すべきじゃないですか。すいません。でも、先週から連載が始まったデビュー作の打ち合わせで、どうしても抜けなくて、漫画家として10年やってきて、やっと連載が決まった作品なんで、ごめんな、てっぺ。うん。仕方ないかもしれないですけど、てっぺいくんいじめられてるんですよ。何があったんですか？今までそんな話なかったの？パパの漫画読んだ奴らが主人公の必殺技のストロングパンチやれよって。休み時間ずっとそうやってバカにされているらしくて、ごめんね先生、気づけなくて。なんてことだ。てっぺいくん、お父さんに気を使って言えなかったそうです。よっしゃー、来た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 、流行ってんじゃん、俺の漫画流行ってんじゃん。田尻さん、田尻さん。待って、てっぺい、それさ、誰に言われた？2組の男の子とか。その子同学年の子だよな。小学校3年生だよな。何を聞いてるんですか？うん。よっしゃー、狙ったそうにしっかり刺さってる。田尻さん、今息子さんがいじめられてる話をしてるんです。じゃあストロングパンチのこと何て言ってた？かっこいいとか言ってた？漫画が読まれてることへの感動一回忘れてください。技名ダサいし。じゃあさ、主人公の鳩を見かけると巨人に変身するって設定について何て言ってた？何その設定、巨人になる頻度高っ。鳩見かけるたんびに巨人になれよってからかわれる。刺さってる。喜ぶところじゃないです。あと僕がドッジボールで球投げただけで、周りの女の子が出たストロングキャノンって笑ってきて。女子にも刺さってんの？キャノンの方も刺さってんじゃん。ワンピースじゃん、もう次期ワンピースじゃんこれ。なめんな漫画を。この写真を見てもそんなことが言えますか？写真？てっぺいくんの机落書きされてるんです。これよっしゃー、これファンアートじゃん。ファンアート1号じゃん。喜ぶところじゃないです。その写真後で送ってもらえます？記念すべき写真じゃないから。よし、先生、いじめてきたこと保護者を呼んでください。ああ、そうですよね。一度本人も呼んで話し合うべきですよね。読者のリアルな意見聞きたいんで。読者って言っちゃってる。いじめについて話すわけじゃないんだ。いや、もういいです、話にならない。この件は学校側で責任を持って。すいません。ちょうど担当の編集者か。いや、何がちょうどなのかわからないです。はい、もしもーし。はい、失礼します。では本日はこの辺で。この件は私が話し合いを。もう大丈夫です。なんかアンケート結果出て打ち切り決まったんで。そりゃそうだよ。なんでだよ、なんでそうなんの。すごい、さっきとリアクションが逆になってる。いや、もう帰ります。もう先生、あとそのいじめてる子って誰ですか？ストロングパンチ食らわせてきます。パパ。